ね。
よ。私もうちゃんと準備終わってるから。お、昨日夜頑張ったしね。よりもお兄ちゃんが帰ってきた時のために何か美味しいものを用意してよ。これは効き目が良そうだな。こっちのは匂いがきついか。これはいかにも安物という感じだし、超音波なんて本当に効くのか？まあ、結局はこれとこのスプレーというところかな。
お前。そうだ、文句あるか？本当なら虫がたくさん出るような場所に行くことすら嫌なの。仕方ない。いや、まだだ。お前こそどうなんだ？つい昨日まで林間学校のことを知らなかったんだろ？ちょうどよかった。買い物をするから荷物を持ってくれ。荷物だ。男なんだからいいだろ。ほら、行くぞ。カバン売り場で買うのはカバンに決まっているだろう。バッグだバッグ。あるにはあるけど、もう古い。ちょうどいい機会なので買い替えようと思う。
度か呼んだのに相変わらずぼーっとしているからだ。ん？何がだ？ならいいんだが。大体こんな感じか。そうか、いつも通りだけど。じゃあこれで。気にするな。うちは金持ちだから、この程度使ったところで何も問題もない。おい、お前はここで座って待っている。私はちょっと買い忘れたものがあるので探してくる。すぐに戻るつもりだ。
は？バカ。バカ、お前がどこに来てるんだ。何をしてるんだ、お前は。しかも人の名前を呼びまくって。お前一体何を考えてる。鈍い男だな。普通は気づくものだ。怒るぞ。そうだ、全部買った。まあ、趣味みたいなもんだから。って、何を言わせるんだ。いや、それには及ばない。先生、ありがとう。荷物を持っただけで役に立ったつもりか？